で、小沢さんですね。あの、小沢さんとの間に貸し借りはないです。あの、お互いに必要だったということで一緒にやらせていただいて、私はものすごく勉強をさせていただいて、感謝しかないんですね。で、小沢さんは一度もぶれたことがない人なんですよ。何かというと、政権交代なんです。とにかく。で、政権交代というのは何が必要かって言ったら、とにかく幅広に手をつなぐことなんだということを一度もぶれたことがないので、その意味で私、ものすごくあの尊敬します。で、 一方で、小沢さんが目指しているっていう、その政権交代という部分に関して、おそらく野田政権が今やろうとしている、あ、野田政権、そんな政権ないわ、えー、それ終わった、終わった話や。えー、っと、<laughs> 何でしたっけ、えー、野田さんがやろうとしていることは、えー、っと、維新と国民民主とかと調整をしたりとか、どうせだったら一緒になっていくってことまで、私はやればいいのになと思ってるんです。逆に言ったらそれ、応援したい。おそれ、おそらく小沢さんの構想と同じだと思うんですよ。 幅広に手を広げていきながら、維新、立憲、そしてえ、国民という塊を作って、これは政権に対峙していくんだ。ぜひそうしていただきたい。大歓迎です。ええ。すっきりするわ。っていう話なんですね。だから私としても、あの、わざわざそこに、何ていうアイデアを出したんですか、小沢さん。候補者を出させていただきますってことじゃないです。歓迎してるから。だって結局わかるわけですよ。第三局は、令和しかないってことがあってことですね。 はいいありがとうございますでね、小沢さん、あんたはね、次の総選挙が最後だと、その次はないから、勝てるんでしょうねって言ったら、分かんないって言うんですよね、非常になんか弱気になってますから、山本さん、応援してやってください、本当に。あ,のある意味で自民党の手の内を分かっているっていう軍師ですね、そういう人の存在というのは非常に重要で。 で、それをパージし続けたのが民主党で、で、事実上立憲の中でも、えー、しっかりとしたポジションというものを与えずに来たわけですよ、これまで。本当に人の使い方というか、そういう知恵者がいるのに、そういう人の知恵を借りずに来たっていうのは、まあ本当に、なんだろうな、分かってない人たちだなっていうのが私の感想なんですけれども、あの、私は野党共闘をしないと言ってるわけじゃないです。次の選挙、今回の選挙に関しては野党共闘っていうのはないだろうと、しません。 私たち独自で戦いますと言ってるはいるけれども、やっぱり数を増やした上で、その先の野党共闘をしていきながら、これは政権交代するっていうのは絶対必要なことなんですよ。つまりは、えー、野党が最も弱い経済政策と国会の中で戦うという、これしっかりと対峙していく。で、徹底的に戦う体張ってでもっていうような国会対策。この日本柱で政権交代をしていくってことは必要。それを考えたとしたら、小沢さんは必要な人なんですよ。 それを考えたら、やっぱり、なんだろうな。今回推薦ぐらい出しといた方がいいかな。ありがとうございます。検討します。本当ですか。推薦書で親かな。